DMK13HS 型エンジン1998年10月、串路運輸車両所にて、DMK13K エンジンは、日本国有鉄道、JR グループ、民鉄、第三セクター鉄道などの機動車に広く搭載される、ディーゼルエンジンである。元は、新潟鉄工所が開発した、船舶用高速エンジンであったものを、鉄道車両用に設計変更したものであり、設計。 開発に関わるコストが抑えられている。また、基本設計が古い DMH17 系に対しては、もちろん、キハ40系等で採用された DMF15 系と比べても、小型軽量で高出力、冷感時の指導性にも優れたものとなっている。日本国内向け起動車用エンジンの技術が、停滞している間に、燃料直接噴射など、 ディーゼルエンジン自体の技術は著しく向上しており、また国鉄改革の機運も本エンジンの採用を後押しした。国鉄が初採用した直噴式エンジンであり、民鉄向けの6リットル 13AS6 リットル 13HS エンジンは本系列エンジンと同型である。その後、機動車用エンジンの主流の一つとして、カミンズ製、インタ855系、または、 N14RK や小松製 SA6D125K などとともに様々な機動車に搭載されている。2017年4月現在、この系列のエンジンで最も高出力で使われているのは北海道旅客鉄道のキハ2 6 1系、機動車に搭載されている NDMK13HZH と NDMK13HZJ。ND キハ1 8 3軽機器更新車に搭載されている NDM 回 13HZK で共にインタークーラーを装備し 460PS を発揮する。JR 北海道の機動車に搭載されているものは細かな仕様の違いにより末尾のアルファベットが決められておりメーカーと JR 北海道では形式故障と仕様が異なる場合がある。キハ66型は 車両更新で DMK13 ハザエンジンに換装された1983年、日本国有鉄道は、ローカル専用機動車の置き換えを図るべく、大柄で頑丈な車体に低出力かつ急平な、複燃焼失式の DMF15 系エンジンを搭載したことで鈍重との不評を買った、キハ40系の経験を踏まえ、新型機動車キハ37型を試作の目的で、新造した。 その際、省エネルギー、高効率化を目指して採用されたのが、船舶用の直列6機等立て形直噴式、ディーゼルエンジンを車載用に改め設計した、新潟鉄工所製六リットル十三 AS エンジンである。このエンジンは国鉄への正式採用に際し、当時の国鉄のエンジン形式命名ルールに従って、ディーゼル原動機、六気筒排気量十三リットル。 下級機装備から DMK13S の故障を与えられた。初の搭載車となったキハ37型は国鉄の投資抑制と収益直後に始まった地方交通線の相次ぐ廃止転換によりわずか5両の製造で終わったがこの時期は第3セクター鉄道用機動車の早々機と重なりこれと同型のエンジンはメーカー形式6リットル 13AS として 三陸鉄道36の100系、36から200系、上岡鉄道ケム -100 系、ケム -150 系、鹿島臨海鉄道6000系、7000型で採用された。さらにその後、縦形から横型の DMK13HS に改め設計され、分割民営化直前に製作された各形式に採用された。その後もインタークーラーの負荷、 噴射ポンプの電気制御化や電子制御化、燃焼室の改良などが繰り返され、JR グループの新造車に限らず、民鉄、第三セクター鉄道用の車両にも用いられている。私鉄第三セクター鉄道、ありがとうございます。